宅建合格パートナーのレトスの小野です。弊社レトスは宅建試験に合格していただくために効率的な勉強の仕方をお伝えしております。効率的な勉強の仕方とは理解学習です。無料の過去問解説、分野別解説を通じて理解学習とはどういったものかをお伝えしてますので、チャンネル登録をしていただき、これ以外の動画もぜひご覧いただければと思います。はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけれども、連帯債務の基本的な部分と求償について解説させていただきます。まずちょっとこちらの具体例見ていただきたいんですけども、 A さんが土地を持っていて、900万円で B さん、C さん、D さんに対して売却をしました。つまり買い主は B、C、D の3社だったと仮定します。つまり B、C、D は900万円の債務をそれぞれ負うんですけども、これが連帯債務なんですね。3人でこの900万円の土地を買っているということなので、BCD さんは、まあ、連帯債務者ということになります。まあ、簡単に言ったら一つの債務を複数の人が負担をしていると、まあ、いったイメージです。一つの債務っていうのは900万円の代金支払い債務、これを複数の者が負担をしているということですね。で、この場合、債権者 A さんっていうのは、連帯債務者全員に、全部について履行請求できます。しかもこれ同時に、または順次に履行請求できるんですね。これどういうことかというと、これ連帯債務の特徴なんですけども、A さんは B さんに対して900万円を請求することができます。また A さんは C さんに対して900万円請求できます。さらに A さんは D さんに対しても900万円を請求できます。これ、同時に一気に請求することも可能だし、順番に請求をしていくということも可能なんですね。これちょっと特徴なんで頭に入れておきましょう。で、ここでちょっと疑問に思う方いるかもしれないんですけども、あれ？これ900万全員に請求して、じゃあ全員からもらったらこれ2700万円もらうからおかしいんじゃないのって思うかもしれません。でも、これはできないんですね。誰か一人から900万円。まあ、この全額ですね。全額支払ってもらったら、もう他の人からは支払い受けることできませんので、まあ、この点は注意をしておきましょう。で、続いて、連帯債務者の一人について取り消しだったり、無効があったといった場合、この場合、他の連帯債務者だけが残るっていう話なんですね。この連帯債務っていうのは、AB 間の契約、AC 間の契約、AD 間の契約、これそれぞれ独立してるんですよ。独立しているので、例えば AB 間の契約が取り消しとなっただったり、 AB 間の契約が無効だったとなった場合、ここの契約がなくなるんですね。で、そうすると AC 間と AD 間の契約だけ残るわけだから、連帯債務者は C と D の2人になります。この2人が900万円の債務を負うということになるんですね。で、ここで B さん、これ取り消しだったりとか無効になったというのであれば、この人の負担部分だけなくなるのかというと、これなくならないんですね。ちょっと負担部分は後で解説するんですけども、 B さんの負担部分が300万円だと仮定した場合、ここの AB 間の契約が取り消しになったとなった場合、これ600万円に減るんですかっていうと、これは減りません。ここは注意しておきましょう。あくまでもここの契約だけなくなって、ここの AC 間、AD 間の契約だけ残る。つまり連帯債務者は C さんと D さん、この2人が900万円の連帯債務を負っているんだということになります。で、ここから負担部分っていうのに入っていくんですけども、負担部分っていうのはこの BCD 間だけの話なんですね。債権者は関係ありません。こっちの連帯債務者側の内部的な話なんですよ。内部的にどのように負担部分割り振りますかという話なんですね。もし負担部分についてこの3人で何かしら合意があったのであれば、その合意に従います。例えば B さんは100万円、 C さんは200万円、 D さんは600万円といった感じで負担部分を定めたというのであれば、まあ、そのようになります。別にどんな定め方でもいいです。なぜどんな定め方でもいいかっていうと、債権者側には何ら関係ないんですよ。例えば負担部分100、200、600って定めたとして、 B さんは負担部分100万ですよね。だったとしても A さんは B さんに対して900万円請求できるので、債権者から見ると負担部分なんか関係ないという話なんです。じゃあなんで負担部分があるかっていうと、これは求償に関連してくるから負担部分っていうのがあるんですね。
求償っていうのは、例えば連帯債務者の一人が弁済をした、弁済をしたらその他の連帯債務者に対して私はいくらいくら負担したんだから、その中の一部あなた負担してください、だから一部返してっていうふうに請求できるっていう話なんですね。ちょっとこれ具体例を解説していきます。負担部分の定めがなかったとすると B、C、D っていうのは平等に負担部分割り当てられるんですね。つまり900万円を3人で割るわけだから300万、300万、300万、これが負担部分になります。まあ1対1対1の割合ってことですね。もっと言うとそれぞれ3分の1ずつ負担するよっていう話です。でこの状況でじゃあ B さんが A さんに900万円を弁済したというのであれば、 B さんは900万円のうち3分の1だけ負担するわけですよね。900万の3分の1ってことは300万円ですよ。300万円負担するんですよね。で残りのじゃあ600万は誰が負担するかって言ったら、 C さんが300万負担して D さんが300万負担する。つまり B さんは C さんに対して300万私に返してねって請求できる。これが求償です。また B さんは D さんに対して300万円返してねと請求できる。これが求償です。で今 B さんは A さんに900万円弁済をしたという話なので分かりやすいんですけども、ちょっと難しくします。じゃあ300万円だけ弁済した場合はどうなるのか、こうなってくるとちょっと難しくなるんですね。で連帯債務の場合、求償にはルールがあって、弁済した額のうち負担部分に応じた額だけ求償できるよ、そして負担部分を超えていなくてもいいですよっていうふうなルールがあるんですね。この負担部分に応じた額っていうのは、この割合に応じた額だけ請求できる、求償することができるんだという話です。つまり B さんが A さんに300万円弁済をしたといった場合どうなるかというと、300万円の3分の1は100万円です。だから B さんは100万円だけ負担したらいいんですよ。でじゃあ残りは200万あるんですけども、それは C さんと D さんに対して請求できるんですね。請求イコール、まあ、求償って考えてください。どんだけの割合かっていうと、 C さんも3分の1だけ負担するんだから、300万の3分の1で100万、こっちも100万負担するということです。つまり B さんは C さんに対して100万円を求償でき、また B さんは D さんに対して100万円を求償することができるという話なんですね。負担部分を超えていなくても OK です。今回300万円の弁済っていうのは負担部分超えてないですよね。300万超えるっていうのは301万円とか、これが300万円を超えてます。300万円ぴったりっていうのは300万円超えてないんですけれども、それでも求償することはできるんだよと、負担部分に応じた額だけ求償できるんだということです。まあ言い換えると負担割合に応じた額って考えていただいてもいいです。負担割合ですね。この割合に応じた分だけ求償することができるんだという部分ですね。ここしっかり頭に入れていただければと思います。今回大きく 1,2,3,5 ですね、3つ解説させていただいたんですけれども、これ全て重要なんで、ぜひですね具体例を入れて頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。